ありがとうございます。さて、せっかくですのでお一人ずつ自己紹介をしてもらいましょうかね。ご自身のお名前と出身地、そして年齢、背番号、またこれ実はですね FM 読みたんでちょっとした恒例の質問となっております。ご自身を動物に例えるならその理由も合わせてお答えくださいということで、自己紹介一人ずつお願いいたします。あ、大丈夫でしょう、このまま大丈夫、お願いいたします。皆さんこんにちは、育成ドラフト30目の、樋口清秀です。背番号は213番で、年齢は24歳です。ポジションは内野守ってます。僕は自分を馬だと思ってます。理由としましては、まあ足が売りっていうのと、なんか毎回あの大学の時も独立リーグの時もあのみんなに馬って言われてきたんで、多分馬なんです。よろしくお願いします。こんにちは。育成2巡目指名の野中伝斗です。今日で18歳になりました。おめでとう。動物、動物に例えるとパンダですか。パンダ、パンダ、パンダかクマかそこら辺ですね。そうです、アンパンマンはみんなに言われてるんで、まあ、ちょっとアンパンマンでお願いします。こんにちは。育成1巡目指名されました、松山真也です。出身地は青森県です。僕動物に例えると、僕もまあ樋口さんと被るんですけど馬で、まあ全力を出していくっていうスタイルが、持ち味だと思ってるんで、馬のように全力でやっていきたいなというふうに思ってます。こんにちは。ドラフト5位の浜翔之介です。大阪府出身です。22歳です。動物で例えるなら僕は犬です。なぜなら犬が好きだからです。よろしくお願いします。こんにちは。ドラフト3位指名の森山京です。背番号は40で、出身地は徳島です。18歳です。自分を動物に例えるなら多分ゴリラかクマです。まあそんな感じで自分も力強い投球ができるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。沖縄出身の中地玲也です。背番号は31で、ポジションはピッチャーです。自分あんまり動物が何か分かんないんで、まあみんなに決めてもらえば嬉しいと思います。よろしくお願いします。今日は6名の新人選手の皆さんにお越しいただきました。